戦学寺は、東京都港区高輪2の11の1にある、総東州の寺院。清少寺、総泉寺と共に、総東州、江戸三家寺の一つに数えられる。慶長17年に、徳川家康が、外桜田の地に、門岸修石を招いて創建した寺院。寛永18年、寛永の大火で焼失したが、徳川家光の命で、毛利、浅野、くつき。 には、水谷の五大名により、現在の高輪の地で再建された。阿光事件で有名な浅野長典と阿光老士が、葬られていることで知られ、現在も多くの参拝客が訪れる。毎年4月初旬と12月14日には、儀式祭が催されている。また境内に、阿光老士ゆかりの品を所蔵している、阿穂儀式年館がある。長典性質の養全院員。 長塗り実定の浅野長広、長江の代々子孫の墓所も当時にある。義子の打ち入り後、当時の住職が、義子の所持品を売り払って、収益を得たことに、世間の批判が集まり、あてて、これらの品を買い戻しに走ったことがある。それでも、なお大半の遺品が散逸し、21世紀になってから、発見されたりする刀剣が続出している。また、細川家との関係悪化により、 寄進された盆栓を、首脳から除去し、後に寺から放出した。境内には、学寮があり、後に、吉祥寺の仙壇林学寮を、清祥寺の死屈学寮と統合して、駒沢大学に発展したほか、現在でも僧侶は、境内の学寮で、共同生活を行いながら、大学に通学している。史跡、編集元禄十四年三月十四日、江戸城中で、 キラ義仲に対し人情沙汰に及び、即日切腹となった阿コ藩主、浅野長則の墓、及び、元禄十五年十二月十四日、江戸本所のキラ屋敷に押し入って、キラの死休をあげ、翌年二月四日に切腹となった、いわゆる阿コ老子の墓である。阿コ老子は一般に、四十七師と呼ばれるが、千学寺の阿コ義ギ墓地には、 内入り以前に自害した、茅野の真の供養墓を含め48基の墓頭がある。48基のうち、この茅野の三平と、意外を遺族が引き取ったため、戦学時には、埋葬されていない魔皇府、そして内入りに参加した老主の中で、唯一人切腹を免れた、寺坂信之の墓頭は、意外の埋葬を伴わない、供養塔である。なお、 寺坂以外の老子の改名はすべて最初の文字が、派となっている。他多数。川波敦し、江戸、東京石碑を歩く。信仰者2008年、12ページ。千学寺公式へ1 p の、千学寺の歴史に、江戸時代当時は、相当州の江戸参加寺の一つとして、との記述がある。勝部誠町1994、日本人的信条の回帰点。 中心蔵と日本人、P169 から73当時の住職、向い山の豪欲ぶりとそれに対する社会から向けられた批判について詳しい記述あり、赤大石神社、近松館六行獣キラテー打ち入りで使用したと、伝わる槍を子孫が奉納は公民法、駒沢大学名誉教授、広瀬義弘、全州地方展開誌の研究など、明治に、 民間から海外に流出したとされる、図説日本の史跡大発刊金製金代に、同胞社、1991AB 川波厚氏江戸、東京石碑を歩く、新校者2008年、15ページ。AB 川波厚氏江戸、東京石碑を歩く、新校者2008年、14ページ。ABC 川波厚氏江戸、東京石碑を歩く。 新校者2008年15ページ。川波厚し江戸東京石碑を歩く。新校者2008年17ページ。ありがとうございます。